こんにちは。アイリスペイントの、プロデュ。もうこれ使います。なんで？アイリスペイントのプロデューサーのカミヤンです。こんにちは。アイリスペイントでお絵かき講座をしているミサです。今年も、第6回アイリスペイント東京オフ会が開催されることが決定しました。はい。イエーイ。11月24日土曜日15時から18時、はい、場所は、去年と一緒で、秋葉原 の、 あのカラオケパセラ秋葉マルチエンターテインメント館4階レジェンダです。会費も去年と同じで、学生が無料、一般が1500円で、まあ、内容としてはあのフリードリンクとかハニートーストとかもついてるんでね。で、店員が45名と先着順になっておりまして、アテンドっていう予約サイトで、予約をしてください。まあ詳しくはこちら。ウェブで。詳しくはウェブで。ウェブで。ウェブだけどここも。もうね、ここもウェブだけど。あとなんか、あと内容はまあ開発中の機能紹介とかですね。あ、要望を聞いたりとか。あと、恒例のコラボ絵描きとか、あと何でしょうかね。あとは、あ、ステッカー。ステッカーね。あの非売品特製ステッカーっていう、オフ会の人が来た人だけがもらえるっていう。そう、私もね、iPhone ケースの裏に貼ってます。あ、俺も貼ってる。お揃いですね。お揃いだね。お揃いです。お揃いだ。まあ、ちなみに俺 T シャツも持ってるけどね。あ、私も T シャツなの。お揃いだ。お揃いだ、ね。あと、名刺を、持ってる人とかね、アイビスペイントで作った名刺とか、うん、本名書かなくていいんですけど、ハンドルネームとかニックネームとか、うん、あと、ツイッターのアカウント書いたりして、うん、まあ、自己紹介。自己紹介とかね、うん。不快でね、知り合った友達とかもできて、楽しいですよね。うん、そうですね。毎年楽しみです、私も。うん、はい。こんなところで。何か。もっともっと喋ろう。最近何かありますか、アイビスペイント周りで。最近？うん。何だろう。何だろう。何かありますか？じゃあ、ミサさんは、あれ、YouTube でね、栄養すごい毎回上げてて。もうね、ちょっとコメント見ようかな。そろそろ速度制限。YouTube ね、見る若者は、あの速度制限との戦いっていう。そうですね、私はもう月始めの中間なんて言うんだっけ。月始めの中間中間半端だね。17日ぐらいがピンチ。全然前半じゃないですよね。中盤下旬。あ、そう、下旬ね。下旬からもうやばい。7ギガ制限みたいな。もうないよ。いや、私20ギガあるんです。20ギガあるのに。20ギガあるのに、そんなことが。すぐなくなる。やばいね。やばいですね、うん。じゃあ、ちょっとコメントを読みます。世の中の紙絵師たちはこんな緻密な作業をしているのか、ありがたみが増す。だそうです。ああ、そうですね。瞳ってこんな簡単に描いてたけど、もっとこんなに手間かけて描いてるんだ、なるほど、みたいな。そうですね。ことですよね。私も試行錯誤して、どう、潤ってるよね。なんだろう、こう。キューティクル。違う。髪の毛違う。キューティクル。うるうるしてるような、こう。瞳が。そう、瞳が瞳を引くようなね。なるほど。いいこと言うね。うまい。うまい。そういえばなんかコメント本当外人増えたよね。あ、そうですね。ね、ちょっと外人、Thank you. Yeah. それだけみたい。それしか分からないんですよ、私、英語。これもね、外人さん聞いてるかもしれない。まあ、開発側で言うとね、そうですね。やっぱり一つの機能って何ヶ月もかかってるわけですよね。そうですね。ね。わかんないかもしれないけど。本当ユーザーさんにとってちょっとだけの機能なんですけども、半年頑張ってるとかね、1年頑張ってるみたいな感じでね。
今作ってる一番大きいやつももう1年がかりぐらいなんでね。いやめっちゃ楽しみですね。ねすっごい強化されますんでね。うーん、ユーザーも私も全裸待機です。全裸待機ね。それ意味が分かんないけど。俺もね、うん、正座しながら、あ、うん、帰って。いや、いや、そんなことないと思う。もう堂々と踏んどり返してる。まあ、そんなとこですかね。はい。はい。ということで、まとめますとですね、はい、第6回、アイビスペイント東京オフ会が開催されます。はい。日付が2018年11月24日土曜日、うん、15時から18時の3時間ですね。場所が、東京の秋葉原の、カラオケパセラ、秋葉マルチエンターテインメント館4階レジェンダーですね、うん、予約のアテンドっていうシステムの方で、予約して、から来てくださいと、はい、あとこれ先着順なので、枠45名ですのでできるだけ早く早くこの動画を見たらすぐ早よ早よすぐ早よで、あとキャンセルね、ちょっと予定わかんないけど、とりあえず予約しちゃったっていう人は、直前とかじゃなくて、まあ、行けなくなったのがわかったら、すぐキャンセルをしていただけると、順番待ちで溢れちゃった人とか前に詰められてね、はい、出れる、行けれるようになるので、うんうん、お願いします。そんなとこですね。はい。はい。これからもね、開発も頑張りますし、ミサさんも動画も続々と上がってくると思うんでね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お終了つなんだ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。せーので、ありがとうございました。あ、た。